来てどんな感じになるかっていう、主張強めなねセントバーナードがね。ごきげんよう、わらです。寝巻きです。はい、というわけで今日はこのね髪の短さになってメンズコーデっぽいものがねわらでも似合うんじゃないかと思いまして、今回ね実の弟に予算5000円以内で全身のコーデを組んで欲しいと頼んだ結果、タイムセールなどを駆使してねかなり予算より下げてコーデを組んでくれました。本当にありがとう。勝手に君のワックスを使ってごめん。選んでくれたコーデを今回買ってきまして、買ってみたはいいところ、メンズとレディースの体格差とかを全く考えてなかったの。一応それぞれサイズ一番小さいものを選んできたつもりなんですけど、一抹の不安がありますが、早速こちらね中身を出していきたいと思います。レッツメンズコーデ。うちの弟は今大学生でございまして、姉フィルターがかかってるかもしれないんですけど、結構おしゃれだと思うんですよ。そんな弟が選んでくれたんでね、ちょっとわらもイケメン男子に慣れちゃうかな。何言ってんだこいつって感じだよね。まず一つ目、とりあえずボトムスだよね。こちらのデニムパンツ、モノマートっていうブランドで、全然初めて聞いた。メンズのブランドは全然わからないんで。モノマートルーズフレアデニムパンツライトブルーの S。 ワイドパンツって言ってるようにかなりねあの太でストレートな感じのシルエットになるのかな。 S サイズなんだけど、これがメンズの S サイズだから、ちょっと女が着てどんな感じになるかっていう、これちょっとでかすぎるかもしんない。あ、でもいい感じかも。全然履けるね。全然履けましたわ。いい感じ。裾も S サイズにしてちょうどいい。長すぎもせず、ちょっと裸足で失礼しますね。ウエストかなり上に来て、これかわいいな。これかわいいですね。全然レディースでもメンズの S サイズいけました。色もライトブルー、薄めのね色で白 T にもあっていいんじゃない。ちょっと落ちちゃった、ごめんよ。次2点目、こちら白 T ですね。これもモノマートっていうブランドで、モノマートドッグレトロプリントビッグシレルト半袖 T シャツ、めちゃめちゃねデカめのかなりダボっとした感じになる T シャツ。真ん中のプリントが可愛いよね。主張強めなねセントバーナードがね、これね確かメンズレディース兼用だった気がするんだけど、想像してたね倍ぐらいでかいわ。はい、着てみたらこんな感じ。いやでかくね。でもこのね広く作られてるこのダボット感は可愛いんじゃない。思ったよりも首がね詰まってる感じだな。これあ、こうなんか可愛いな、これ。え、めっちゃ可愛い。全身はちょっと後で乗せるとして、かなりねビッグに作られてますよ。裾も長めでね、結構ここまで隠れちゃうからね。着た感じ可愛いな。ビッグだからこその可愛さありますね。いやちょっと可愛いわはい、最後3点目、こちらの、これもね分かんないわ、アンカースミスでいいのかな、黒シャツなんですけど、ペイズリールーズレーシックレギュラーカラーシャツブラックの M サイズ。これはメンズの M サイズ。うちの弟ねこういうシャツ好きなんだよね。かなりデカめに作られてて、でこのペイズリー柄これ可愛いよね。遠くから見るとそんなにペイズリー柄の主張ないんだけど、近くで見るとねはっきりわかるっていうぐらいの絶妙なペイズリー柄。これ注文した時はこれの上に羽織ろうと思ってたんだけど、白 T が思ったよりねでかかったんで、これはちょっと合わせらんないかもしんないな。別々で着ることになるかも。まあ一応ねこのまま羽織ってみましょうか。いやダメだな、ちょっとこれは別々に着るべきだわ。ちょっとこれで羽織ってみようか。でもこれ自体がめちゃめちゃでかいからね。まあこんな感じか。いやでもでかいな。ちょっとやっぱりメンズの M でビッグシルエットでしょ。今時のメンズの間でどういうのが流行ってるのか全然わかんないんだけどさ、どうかな。あ、でも大丈夫っちゃ大丈夫か。なんだこのポーズ。シャツ自体はすごいかっこいい。締めてみようか。全然締めてもいいね。あとは中に着るやつだね。うん、かわいい。いいじゃんいいじゃん。シルエットもダボっとして可愛いし、せっかくなんでねちょっと髪をいつもやってるような感じでセットしたいなっていうことで、これはちょっと弟が使ってて放置されていたやつなんですけど、美容師さんに教えてもらった通り手になじませて全体的に内側からもグシャーってやっちゃって、はい、こ
こんな感じで髪をセットしたところで、まあもうちょっとあれだよね、フェイスラインをシャープにしてもうちょっとかっこよくしたいな。そこは今後の努力ということで、じゃあちょっと全身写していきますか。はい、こんな感じで、まあ、まずね、上がペイズリー柄のシャツと先ほどのジーパンの組み合わせですね。この大太のね、ジーパンもいい感じにシルエット良くなってるんじゃないですかね。全体的にゆるっとした感じ、開いてても可愛いんじゃない。前開けるとね、さらにゆるっと感が増すっていうか大きく見えるんでね。はい、というわけで2着目のセントバーナード T シャツ着てみました。これがね、めちゃめちゃね、 T シャツジーパンのシンプルなコーデなんだけど、でかくてゆるっとした感じが2アイテムのコーデなんだけど、でもちょっとおしゃれだよねみたいな、こなれ感っていうのかな、かなりいいんじゃない。個人的にはこのゆるっと感がかなり好きだね。普通に女の子が着ても可愛いかなっていう。はい、というわけで今回はせっかくね、髪を短くてボーイッシュな感じになったので、弟からコーデを考えてもらってそれを着てみたっていう動画でした。いや、マジ気に入った、本当に可愛い、さすが我が弟って感じ。このね、白 T シャツしかり、あと下に履いてるパンツしかり、ガーリーなアイテムと合わせれば女の子でもガーリーコーデになるかなっていう期待はしてるので、うまくいったらね、また動画にしようかなと思います。天真爛漫チャンネルはバンドに伝授中のギターの組長とボーカルのわらわでやっているチャンネルでございます。登録者数1万人目指しているので、今回少しでもいいと思ってくれた方、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではバイバーイ。自分信じて悪の思い劇を傷を抱えたまま笑えますように、その流す涙も乾いた心潤してくよ。恵みの雨止めないでいて。